これ、密かに期待してることなんだけど。何？M子さん。最近出るのよ。次、M子さん編。え、やっぱ出んだ、やっぱり。うん。M子さんについてなんかぐちゃぐちゃ。あ、出た出た。これ、いつぐらいの写真？これ。これはまあ、去年かな。ニューヨークの M 子さんね。うん、ニューヨークの M 子さんの、これまたファッションチェックをします。うん、で、ファッションって言っても、ブランドとかも全部特定してるんですけどね。うん、そういうことはあえて、M 子さんについては触れないです、うん。結構あちこちで言ってる方とかもいらっしゃるから、うん、うちでは M 子さんのブランドについては触れないです。うん、でも別なところを見てほしい。うん、この M 子さんね。あれ？これ M 子さんの服、アップしますよ。映、うん、るかな、うん、すごいね。毛玉ついてるの分かる？いや、もう今のでも分かったよ。分かってる、分かる、うん、分かるよ、これ、うん。よかった。映らないかと心配してたんだ。うわ。毛玉だらけの。何これ？ゴミ。拡大したの。ゴミ。これあれじゃん。ゴロゴロ、ゴロゴロしながらゲームでもやってんでしょ。いやーす、汚いね。汚いでしょ、うん、これって世の中が相当ほこりっぽくってね、うんうんうん。きちんとしてないんじゃない？して衣服の管理もしてないのよ。うん、あとお洗濯するときにネットに入れてないと思うのよ。これさ、さすがにそういう細かいところまでやる人はいないのだろうね。うん、まあそこまでやる人いないでしょうね。全部自分でやってらっしゃるんでしょうね。うん、まあそんなに大きい部屋じゃないしね。うん、うん、でも普通さ、毛玉ぐらい取ってきたいと思わない？外出するときみっともねえもんな。うん、そういう、なんていうかさ、やってもらうのに慣れって、そういうことできないんじゃないの？うん、どうなんだろうね。でもいつもオーダーのね、うんうんうん、高そうなスーツとか着てたじゃないですか、うんうん、あれはだって人の管理するんじゃない、その内診の時でしょ。そう、内診の時はそれはお付きの人何人いると思う？でいきなりこんな毛玉ついてたら、その落差にまず気がつかない？気がつくってすげえ。しかしこれすごいでしょ。これってはっきり言ってさ、もうなんていうかさ、物置に放置していたようなさ、もうお風呂をそのまま着てきた感じだよ。そう、うん、これでニューヨーク歩いてんの？そう、毛玉つけてニューヨーク歩いてる。いや、恥ずかしいね、これ。これ、品位もクソもあったもんじゃないの、これ。清潔感ないよね。うん、で、これはね、うん、まあ、毛玉のつかないタイプだと思うけど、うん、全くアイロンかけてないよね。うん、まあ、アイロンなんかやったことないでしょ。うん、シワシワ。いやー、パジャマでも着て歩いてるよね、これも。そう、シワシワ。うん。シワシワ。何このサンダル。まあ、そういうのもね、全部特定してるんですけど、まあ、それはちょっとね、今回、まこさんについて、うまこさんについては、ちょっと触れないでおきますけれども、まあまあ、これはね、いつもアーミッシュマーケットっていうところで買い物してらっしゃって。うん、アーミッシュマーケットってなんか、潰れたんじゃない？潰れたの？潰れたんじゃない？違うか、アーミッシュじゃなくて、もう一つだ、もう一つ雑貨屋が潰れたんだ、最初行ったところ。そう、うん。なんかそれが、週刊誌で話題になってた。まあ、これはおまけだけどね。うん、おまけね。はい、うん。いやー、すごいね。毛玉つけてこんなとこ歩いてんの？そう、毛玉はすごいでしょ。びっくりでしょ。うん、だらしないのよ。私もだけど、うん、私毛玉つけてないじゃん。だらしないのよ。きっと相当お家の中も汚いんじゃない？うん、汚いんだね、これ。うん、でネットでお洗濯することも知らないのよ。うん、洗濯とかさ、アイロンはまずできないんだろうしさ。うん、うん、いやいやいや、以上、M子さん編。その中で、今回でもうちで特集した中で、やっぱりショッキングだったのは、やっぱりあれじゃないの？その今言った、ほら、警告云々じゃないけどさ、毛玉じゃん。ああ、毛玉ね、うん。毛玉の反響すごいよ。そうだ、私も最初見たとき、かなり前、去年からね、知ってたんだけど、なかなかお話しする機会がなくて、なかったよね。やっと公開できた。あの時も世間話的にうちのさ、身内っていうか、うちのチームの中でさ、うわ、すごいこれあれだな、ゲーム三昧のゴロゴロ寝で掃除もしないんだなって、去年の話だよね。そうそうそう。うん、実際出してみるとみんなショックみたいだね。うんうん、でね、
そのこれがね、うん、毛玉なんですけれどもね、うん、この間お見せした、うん、あの中に2、3ちょっと指摘受けたんですけれども、うん、これ毛玉じゃなくてね、うん、このバッグ、うん、アーミッシュマーケットっていうところのバッグ持ってるんですけれども、うん、その朝のこう毛羽立ちがついてるんじゃないかっていうお話があったんですよ、うんうんうん、別に飽き心の人が言ってきたんじゃなく、うん、冷静に分析をするとするね、うんうん、きちんとした方から、うんうん、そういうご指摘を受けたんですよ、うんうん、これひどいでしょ、うん、それで、まあ、うちの方でも検証してみたんです改めて、うんうん、そうかもしれないから、うん、これはアーミッシュマーケットっていうところのエコバッグが朝でできてるからね、うんうん、これついてんじゃないかって、それでこの服を探してみました、うん、またこれはねアーミッシュバッグじゃなくて、うん、普通の紙袋持ってる時ね、うん、違う日ね、うんうん、違う日のマコさんアーミッシュ、うん、マコさん、うん、じゃーんついてましたよ、ちょっと見えないかな、ついてます、朝のバッグじゃなくて紙バッグでも毛玉ついてます、これ見える、うん、私の方では見えるけど画面に映らないかな、うん、ちょっと難しいから、映ってますかね皆さんね、あ、映った映った映ってきた、これまた別の服じゃない、別の服でこれ毛玉ついてんだ、うんうん、で別にこれね紙袋だから、うんうんうん、朝のさっきのアーミッシュバッグじゃないから、うんうんうん、ちょっとダットアップについてんですよ、あすげえ、汚いんですよ、うん、汚いの、なんかね、もうなんかかわいそうなぐらいいろんなこと皆さん言うんだよね、なんかただ見るだけじゃなくて鼻にも感じるとか、でもまあでも全然かわいそうじゃないですよ、だって税金で生きてるんですよ、この人たち8億円も民間人なのに、うん、まあその通りだけどさ、いやかわいそうだな、もうあれなんだよね、ああ女性でここまで言われるんだって、でもそれってやっぱだらしないんだよね、うん、うん、あこれ持ってて、うんうん、ああった、ほらちょっと私が反射して映ってるんだけどね、汚いのよ、とかこう日常的なんですね、うん、毛玉は、うん、毛玉がつく原因ゴロ寝、それさ掃除しない、洗濯説って、ね、結構出てるよ、お洗濯が下手っていうのと、洗濯が下手、うんうん、お洗濯のやり方が間違ってるっていうのと、うんうん、あと私なんかもよくやっちゃうんだけども、うん、乾燥機の、うん、乾燥フィルターをきちんとお掃除してないと、うんうん、毛玉がつくんですよ、あ、たまるからね、そうあれね、うんうん、毎日やるたんびにきちんときれいにしないと、うんうん、あっという間にね衣服がね毛玉だらけなの、うんうん、でアメリカのニューヨークのねお洗濯なんて、うん、多分洗濯乾燥機使ってるはずなの、うん、外に干したりなんかできないと思うから、うん、だから乾燥機をきちんと掃除してない、うん、洗濯ネットを使ってない、うん、でそもそも衣類の管理が悪くて、うん、毛玉なんか気にしない、うん、毛玉取りクリーナーとか知らない、うん、あと掃除機かけてない、家の中がほこりっぽい、うん、あと家の中で絨毯の上でゴロゴロしてる、部屋の中で着てる服をそのまま外でも着ちゃうとか、うん、まあ、いろんな理由は考えられますけれども、うん、要するにだらしない、うん、多分今言ったこと総合的にやってるような気がしてならないんだけど、全部やってるんじゃない、全部やってると思うよ、うん、まあニューヨークにも似たような人いるのかね、あんまりいないと思うんだけどね、うん、どうなんだろうね、いやだびっくりだよね、でもね今回のねゴールデンウィークね、エイミア大集中キャンペーンのね、ゴールデンウィークでね、もう新たなね、名前が生まれちゃったんだよね。よく我々の中でさ、例えばケケウチケケだとか言ってさ、ケケケケっていうのあったけどさ、この人はケダマコっていう名前になったみたいよ。ケダマコ。マジ？ケダマコ。けだまこ、けだまことかね、けだまこ、けだまこ、けだまこって言われて、けだまこでもいいんじゃないの、名字がけだで、けだまこ、それからあれだよね、お母さんは中国語で読むとなんて言うんだろうな、なんかね、なんかあったんだよね、狐の読み方あったんだよ、なんかな、ふうとか言うのかな、シャオメン、
斜面掘りいいって言うんじゃない？あと、ついで、ついでにおまけ。おまけ。あの別にこれはね、あの馬子さんをああだこうだいうことじゃないんだけど、馬子さんってどんな人なのかなっていう判断するときに、まあ、参考としてちょっとファッションチェック、ファッションチェック、あのこれからちょっとねゆるトークで一部ファッションとあのネタいっぱいあるからね、大事、あのお見せしようかなと思うんだけど、これ馬子さんの、これ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 。ハンドバッグ。ハンドバッグ、このハンドバッグ検証してみました。もう分かる人は分かるかな。これ、下のじゃなくて、このハンドバッグ。横に下げてるやつね。ブランドの値段と。これ、ね、ちょっとしか出てないの分かんの、これね、ほら。うわでも毛玉つけてハンドバッグかよ。K 君と一緒にね、いる時にもつけた。つけてんの？あ、これなんか模様がちょっと見えるね。これです。これでした。マリメッコっていうと。マリメッコ。マリメッコ。マリモッコリじゃないよ。マリモッコリってキイコさんの最近のあだ名。マリモッコリ。マリメッコっていうところの。あら、あ、本当だ。同じでしょ？同じ。これね、若い人にもね、革製なの。そうそう、私たちの年代の人でも、すごい今人気のあるブランドなの。3万3000円です。3万3000円の。3万3000円のバッグを普段ね、お使いになられています。毛玉をつけて。これでね、人気あるんですよ。人気あって、でも、まあ、30歳ぐらいの女性が持つものとしてはいいと思うんだけど、この柄みんな知ってる人多いでしょ、この柄で有名なところなの、そんなに気がつかなかった。そうかそういうもんなんだ。でもこれ3万いくらで、マグカップとかね、こういうアパレルも持っててね、いろいろね、あの食器とか布製品とかね、人気のあるところも持ってる人多いですよ。3万3000円でも税金です。まあ、あんまりでもね、あのそうは言っても品位の問題もありますからね。まあまあね、うちのリサーチャーさんもここのね、エプロン使ってますとか言ってた、だからね、そこそこさ、働いて稼いでる人には励みになる。ちゃんと働いてるんなら別にいいですよ。でも毛玉つけて、めっちゃハイブランドでもないけどね、毛玉つけて身につけるもんじゃないな。そう、毛玉つけて、毛玉つったら、毛玉つったら申し訳ないけどね、不潔と怠惰だよね、あの二字熟語で思い浮かぶとしたらね、そう、飛行機にもね、そう、今ねコメント欄で飛行機にもって書いてあったんだけど、なんか最近人気でこんな飛行機にもね、マリメッコあったの。あ、飛行機で売ってんの？なんかね、飛行機でよくポケモン飛行機とかあるじゃないですか。あんな感じで飛行機のマリメッコがあって、中でこういうノベルティ的な商品が、へえ、それぐらい人気のところ。あ、本当だ。まあ小ネタですけど、小ネタで、結構じゃあうまくやってる会社なんだね、飛行機のその、だから人気あるのよ。なるほどね。